始めようか。このクソみたいなオープニングで笑ってくれてるっていうみんな、手遅れになる前に見るチャンネル考えろ。いい大人がこんなので笑ってる。すいません、僕が一番笑ってる。はい、それじゃあ今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日トロールコース、オリジナルレベルネーム、カッコトロールということで、元祖の名前のコースっていうことでしょうか。でね、このコース今調べたら消されてるっぽいんだよね。だから絶対にバグを使用してるんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.05%。そんで最近思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますかって言ってるけど、全然早速じゃないのよ。ここに来るまで約1分近くかかってんのよ。まあ今日は開幕何かを襲ってくるっていうことはなさそうだね。50コインの方行ってみる。ただし50コインを取った瞬間僕は左に逃げるよ。これが罠だっていうことは分かってる。だからすぐ左だ。開幕生ゴミ。ではでは、下の赤い土管の方に入っていこうではないか。 B ブロック邪魔だ。青ブロックも邪魔だよ。この P スイッチの音が鳴り止んだ時には消えてくれるのかい2人とも。それを僕は期待してるぜ。消えないね。っていうことは上の50コインを取ればオーフが変わるとか、そういうことなんじゃないの。だからこの50コインを取った瞬間すぐ左。イエロー。じゃあどうすればいいんだ。歩いて行ってみる。ゆっくり歩いていくことによって P スイッチが発動しないみたいな、そういうことなんじゃない。チュッチュッチュッチョチョンチュンチョチョンチョンボランバ。全然この画面から進まねえって、最初からつまずきすぎてる。じゃあ下歩いても走ってもダメだったから上歩いて行ってみようか。歩くことによって次は砲台が出ないですよみたいな。頼む、それで合ってて。なんかチョロプー降ってきたね。あのチョロプーが降ってくることによってこの土管に入れるみたいな。よっけー。わかるかって、そんなの。いや、こんなの全然避けれるよ。で、キノコを取ることは合ってんのかな。まあでもこの上のデカキノコを取らなきゃ多分下に行けないから、このデカキノコを取って下に行く。いや、よく考えろピオキング。一旦壊す、そしてこのまんま下に降りたら右上に行けない、あの3本のところに。だから一旦当たらなくちゃいけないんじゃないの。読めてる読めてる。あっ、下がれ。なぜしゃがんだんだピオキング。ここは普通にジャンプすれば先に進めたんじゃないのか。オッケー。そんでここはチビになっていかなくちゃいけないってことは、この坂に上がっていい。魚、お前は敵か味方どっちなんだ。やめろやめろ、襲ってくるなよ絶対に。お前は一生そこで泳いでればいいんだ。で、ここ怪しくない、隠しブロックあるんじゃない。ほらね、やっぱり絶対あると思ってた。どんどん上に行けば何があるかなんですけど、この上には特に何もないと。じゃあ下のこのバレどもが普通に入っていきたいと思います。今日の騙しコースってさ、すごく正統派騙しコースっていう感じだよな。今なんで当たんなかったの。ただバグはないかもしんないけど、ないと思ったらないで寂しいな。このバレ普通に乗っていいのかい。さっきは邪魔してきたけど、今度は僕の味方をしてよねと思ったら何もない。なんか出てきてくれよ。僕は急にさ、なんか下に砲台出てきたね。実は下に行くのが正解なんかな。あのイカもすげえ怪しいんだけど。いや、こっちが正解だよ、見てて。キノコが出てきてらっしゃいますけど、あのキノコを取っていけっていうことですかね。ただこっちの土管に戻ることが合ってる。さあ、マリオ選手の登場です。高飛び世界新記録出すことができるのか、 138m という世界的な記録の壁を塗り替えることができるのか。マリオ選手は今日絶好調だとおっしゃっていました。マリオ選手位置についたようですね。それでは位置について、よーいドン。うりゃー、いやーもうお前喋んな。喋んない方がいい実況者になれるって前から言ってるだろ。あのイカちゃんと踏めるのか。僕はイカを信用するよ。上に行かないで。もう喋んないわ。さあ、マリオ選手の登場です。今日は世界史。もういいってこのネタは。幼稚なんだよこんなんで笑ってる方。いい大人がたくさん見てると思いますけど、こんなんで笑ってんじゃないだろうね。そんな笑ってる方はありがとう。じゃあこのイカどうする。バニーを出してくれてくれるっていうわけね。そしてあのイカ&モグラ危なかったね。で、このデカキノコは取っていっていいのかな。一旦取っていってみる。この辺でちょびちゃんして右下にすぐ行こうか。え、これ下に行かないの。頼む、マリー下に行って。カズヤー
よくね、うるさいですって言われるんですけど、そんなうるさいのを求めてるみんなが悪いんだから、僕もこんなのやりたいわけじゃないんだから、キノコ取らないで上に行ってみるよ。そしたらこっからキノコが出てくるとかそういうことではないよ。じゃあデカキノコ取っていくの、これいける？いける予感がしないんだよな。この辺でジャンプしたらデカキノコ取れるんだな。そしてここ上壊していこう。上から抜けていけるとかそういうことなんじゃない？いや、ワンチャンある。いやねえか。じゃあここはここの上から実はいけますよみたいな。おほっうますぎで、あーなるほどね、こっから下に行けばいいと。いやうますぎない？もうあの上から行けるっていうことが分かった時点で、僕はここはイカを抜くしかないのか、それともクモを抜くのか、どっちなんだ、どっちに乗る、これはどっちに乗っているんだ、イカかクモか。イカなんだね。じゃあこのイカ一旦投げておくか。そしてクモを抜く、右おしっぱでいいよ。うわどうしよう、あのシーソーに乗るしかないと思うんだけど、あれ当たっていかなくちゃいけないのかな。一旦当たってみる。これチリになっていくのが正解だと、そう僕は見た。頼むシーソー、何も起きれない。オッケーで、中間ポイントはまだだな。で、ここは床あるっぽいからドクドクいってるね。さあ、あそこは USA 記録を持ってきてバネでこのブラパを押し当てろっていうことだったんじゃないの。一旦左に行ってみるか。何もないということは、お花畑レッツゴー。僕はわざわざチビになる必要なかったんだな。あの針意味深じゃね。絶対にチビになることが正解だと思ったんだけどね。このバネ当てていいのかい。当てた瞬間すぐ左に行く。それで鍵が、オッケーオッケー、取れて、このドカン、バネバネ、お上危ない。いや一瞬どかいかと思った。さあ鍵道に入って、そろそろチェックポイントが欲しい頃ですけれども、このハテナはなんだ、コインか。ダバターじゃないんだよ。なかなか小賢しい真似をしてくれるんじゃないの、制作者さんよ。だが僕はそんなの全然分かってなかったよ。中間が見えた。あの中間絶対に欲しい。上からなんか降ってくるとかないよな。隠しブロックもないのか。一旦調べておこうか。何もなさそうだ。だからあの中間取らせてくれよ、頼む。ジャンプせ。次こそちゃんとこの中間ポイントを取ってみせるよ。見ててみんな、ここだ。いややけくそじゃねえよ。まあでもここに来るまで全然短かったね。この中間ポイントが取れたとしても僕は全然嬉しくないよ。まあ一旦隠しブロックだけ調べておこうか。まあここまでしたら全然余裕で取れると思う。まあこの中間ポイント取っても僕は喜ばないさ。よっしゃやっと取れた。長かったよお母さん。ここは上と下どっちなんだ、っていうかピッコインコースなんだ。ここを上行ってみる。上行ってこのピンコインは取るのやめておこうか。なんか上すごい氷ブロックがあるけど怪しいね、あっち。じゃあ土管に入ってみる。右のブロックは開かない。じゃあ土管に入っていきたいと思います。めちゃめちゃピンコインくれんじゃねえか。え、どっち行けばいい。まあ右しか行くところないよな、鍵持ってないから。この上は何もない。じゃあ音符乗って。この音楽は嫌な予感しかしないぞ。あ、なんか書いてる。セーフティーコイン。コインよ、持っておけってこと。あーはいはいはい、あのドアの前から動かなかったらいいってことなんじゃない。だから僕はこの場所でコインを5つもらった後に何もしない。そうしたら鍵が開けるんじゃないのかな。さあ早く鍵を出して、僕にこの鍵扉の向こうを見させて。さあ扉の向こうのオアシスへ。何も起きないじゃねえか。え、マジで何も起きないの。この場所じゃなかったってことかな。もう一回ちょっと見ていい。セーフティーコインでしょ。やっぱりね、コインを持っておけっていうことだと思うんだけど。なんだてめえ。ちょっと待ってね、このピンコインを取って下の土管に入ればいいだけなんかな。難しく考えすぎてた。じゃあ今度こそ扉の向こうのオアシスへ。そこには何が広がっているんだい。ほぼマグマ。画面の3分の1以上マグマ。じゃあ左のブラパンには引っかからなかったみたいだね。僕を舐めるんじゃないよ。さあ、あの50コインの方どうにかして連れて行かれる予感しかしないけど、一番右が怪しいんだよな。あっちの方までちょっと。いやいやいや、全然避けるよ僕は。こんな魚見ててみんな、僕はこの魚を避け続けてみせるから。えっ、
早くやられんか。じゃあ普通に上行こうか。でこの風を通り越えてこのハテナブロックを叩いた瞬間一旦左に逃げてみる。これで合ってんじゃない。でこのリンクを取ればいいじゃん。あ忘れちゃった。右のリンクを取らないでどうやってこのバブルを抜けるかなんだけど、あ下から出てきてくれんだね。そしてここはオンオフ変わってるからこの土管に入っていけっていうことなんだね。どこにはありませんね。右下の土管か。ふざけやがって。いつも僕の実況が騒がしいって思う方に朗報だ。今からおとなしく実況していきたいと思う。ならば見ててくれ、おとなしいピオキングの実況っていうものを。やっぱり無理だこいつって今思った人いるんじゃない。いやでもそんなことない。今のは P スイッチが悪い。急に出てくる P スイッチが悪いって思います。僕は全く悪くないね。さあ今度こそおとなしくやっていこうじゃないか。この P スイッチを踏んで右に行けばいいのかい。そういうことさ。ああそうさ、無理だよ。認めるよ、自分がただ騒がしいだけのクソ実況者だっていうこと。だがそれの何が悪い。僕はこれでも一生懸命やってるんだ。それの何が悪いんだ、僕言うな。もう逆ギレしてんじゃねえか。そしてこのバブルは何言ったの、落ちていくだけ。いやちょっと待って、もうさっきの逆ギレがちょっとおかしい。じゃあここは上に行こうか。ゆっくり行った方がいいよ。右のブロック開くんじゃないの。うん、絶対どっか開くと思ってた。そんなん引っかからねえよ。上と上、もう上行くしかないだ。上で合ってんじゃない。いや右すげえ怪しい。多分こっちで合ってるね。中間ポイントゲット、ナイス。よしよしよし。さあ進んでいこうか。あの下のリュートすごく怪しいんだけど、この上とかはどっか行けるようにはなってないか。じゃあ土管に入っていこう。次は何が待ってる。普通に行ってよさそうだなこれ。上から何か出てくる感じもなさそう。なんか戻ったらさ、なんか変わってるみたいな、そんなありそうなんだけど。ボーンボ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 ーン。次はあの魚に引っかからないでいくよ。次は出てこないとかそういう感じ。引っかかんなって。二段構えのつもりかそれ。でも絶対に引っかかんねえぞそんなの。じゃあここは右下、ここの枠怪しくない。たたたに見ようか。なんもない。いややっぱあったね。ってことはここに閉じ込めてくるような何か罠が仕掛けられてんじゃないのかな。え、キノコ持ってこい。え、キノコとかな。うわやっぱりね、絶対あの土管戻る予感したんだよな。いやさっき戻っておけばよかったねこの土管に。絶対怪しいと本当に思ってた。じゃあこの先のねキノコをもらっていきま、うん、キノコもらえないよ。え、どこでキノコ出てくんの。さっき右で土管戻れって書いてある。なるほどね、ここでキノコさ。いやアイテムってさ、逃げてたら追いかけたくなるよな、どうしても。じゃあ次こそ下がら、どっか行け。恋愛と一緒だね、逃げてたら追いかけたくなるみたいな。恋愛と一緒すんだ。かりんだよ言葉が。じゃあ次は一番右のドアで行こうか。かけるねって書いてんじゃねえか。そんなのわかるか。ここのさ、キノコを取らないで上に行っていいのかな。そしたら次はファイヤーが出てくるみたいな。キノコを取ってからもう一回上なんかな。どっちなんだろう。一旦さ、このキノコを取らないで行ってみようか。あ、次はこのフラワー出してくれるんだね。そして魚は落ちてくるね。燃えてしまえ、焼き魚にでもなってろ。そしてこの状態で上に行けばさっきの土管に入れるっていう感じだと思うんだけど、そろそろゴール近いんじゃないんですか。さあ行こう、ゴールへと。どうなんだよこの先は。ゴールはなさそうだ。いやありそうじゃないこれ。あの土管の方まで行けば絶対ゴールと思う。上は何もないね。じゃあここは何もしないでいい。いや大丈夫だよ、上に隠しブロックはある。こっちはある。あるあるタイム。パンツが破れても気に入ってるからそのまま履き続ける。お前だけだよ。この辺隠しブロックはないか。ってことはボム片を叩いた瞬間すぐ左に逃げる。これで合ってんじゃない。オッケーオッケー。そしてこの上に行って次はスネオくん。頼むよスネオくん、今日は何もしないでくれ。信用してるよスネオくん。スネオくん、うちはスネオスネオに乗る。そしてバネに弾き返されると思うんだけど、あ、そしてこの上に行けばいいのか。簡単なこと、うん、なるほどね。右に行くと思ったら下に行くのね。オッケーオッケー。これは右か左か、どっちがいいと思う。僕は右がいいと思う。ならば左だ。ナイス、素晴らしすぎる。右に行っても同じ言葉を言ってたね。じゃあここのハテナブロックを叩いて一体何もし、え、これどっち行こうか。どっちも行けるってことでしょ。うわー、どっち
しよう。うわ、怪しすぎんな、このバレが出てきたってことはさ。だからこの青の土管で当てて頼む。いや、合ってる？ F って何？やべえ、 F ってさ、もう騙しっていうパターンなんじゃないの。ここはチェックポイント1なんじゃない？頼む、何か、こわっ、嘘でしょ。いやー、ここでチェックポイント戻しってことはゴールがもう近いんでねえの。一回オンオフが変わったのがさっき見えたんだよな。ここでオンオフいつ変わってくる？え、変わんないの？やめろ。ここがマジわかんないんだよな。ちょっと集中していい？もう中間ポイント戻して戻されるのは嫌だからさ。で、一旦右まで行った瞬間ジャンプ絶対それで合ってると思うんだけど、ここか。いや、え、どこ入れないじゃねえか。え、どこ入れないよ。え、どこ行くのじゃ。しかもこれやられるないし。ガバ発見しました。もう3回ればいここまで戻ってくるの。じゃあオンオフして下で合ってたんだ。この青いドッカーに入って、でこっからなんだよな。絶対チェックポイント戻しなだけなはずなんだけど、ほらね、やっぱチェックポイント戻しでしょ。でここでチェックポイント、このドッカーに入れればさ、ワンチャンなんか変わるんかなって思ってたんだけど、こっからなんかまた左に行けっていう感じかな。でここで、ちょっと待って、何ピンスイッチ発動してんの。左、あ、なんかパウブロックあるな。あのパウブロックに乗ってあの土管に戻れば先に進めるとか、そういうこと。やった、これは新しい道なんじゃない。え、もしかしてここはゴールがありますよ。なるほどね、上に行けっていうことか。下がワンチャンゴールと思ったんだけど、いや絶対こっちがゴールだと思う。頼む、あって、せめて見せて。来た、どうしようか、ゆっくり行ってみよう。なんであの右のテレサは閉じ込めて、多分僕をさ、このテレサでやられるっていうことなんじゃない。だからここにバレがあるな、分かってんだ。よしよし、どこまである。ここは食えないの。いや、この次はこれ、ちょっとチョビちゃんで行ってみる。このあっ、やったやった、そこだもうやだ、もうこの動きやめるわ。落ち着け、落ち着くんだピオキング。あそこに隠しブロックがあったってことは、一旦あの場所まで行ってすぐ左に逃げればいい、そういうことだ。で、この10コインのところにだけは行かないようにしよう。ほい、よしよしよし。で、ここで魚が出てくる。まとうな、まとうな、火をまとうな。オッケーオッケーオッケー。で、こっから上に行けばゴールできる。頼む、やったいや、あの派手なブロックがすげえ気になる。なんで叩かなかったんだ。ちょっと叩きに行こう。さあみんな、あの派手なブロックを叩くためだけに戻ってきたね。なんなんだそんな気分。なぜここは優しいんだ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオクライミングバネということで、サムネを見る感じ階段状に落ちていくバネを登ったり降りたりするようなコースなんだろうね。ただクリア率がめちゃめちゃ低い。僕にクリアできるかわからないんだけど、まあこの動画をね出してる時点でクリアしてると思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.27%。 いや僕もね、クリアできなかったって言ってボツになった動画がたくさんあるんだよね。今度から動画化しようかな。でも見てる方めっちゃ気持ち悪いよなそれって。あー、やっぱりこのバネをどんどん乗っていけっていう感じか。いや、おっそもう一回だけダッシュしていくわ。でさ、これ10コインを5枚取ってからゴールって書いてるじゃん。だからなるべく早めに行かなきゃ5枚取れないようになってると思うんだよな。この10コイン取れる、オッケー、ギリギリだな。そして次はこの3枚目を取っていく。これもう間に合わない。なかなかありそうでないようなコースだと思うんだけど、めちゃめちゃでも僕得意かもしれない。多分ね、そんなに時間がかかんなくていけると思うんだよな。これね、めっちゃおもろいわ。難しいコースってさ、すぐにやめたくなるようなコースと、ムキになってずっとやり続けるようなコースってな、これもムキになるパターンのやつだね。で、あんまり急ぎすぎない方がいい。多分慎重にいけば意外といけるはずなんだ。あと1枚、あと1枚取れるか。来た、これでいける。ゴールは来る来る、やったークリア率は低いんだけど意外とそこまでなかったね。でも素晴らしいアイデアのコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。